はい、皆さんこんにちは。 SGP フォレスター TV です。さあ、今回はですね、レガシーアウトバックの特別使用者が発表になりましたので、ご紹介していきたいと思います。今回発表になったレガシーアウトバック特別使用者はどんなものかというと、リミテッド EX をベースにしたブラックセレクションになります。昨年はですね、リミテッド EX をベースにして少しね、アウトドアテイストを盛り込んだアクティブブラックが登場しましたけれども、今回はより上質な印象を与えるブラックセレクションになります。まあ、ブラックセレクションというとね、まあ、なんとなく皆さんイメージがつくと思うんですが、ところどころ黒いパーツが使われている、そんな仕様になります。具体的にリミテッド EX と比較してどこがね変わったかというと、まず1つ目、18インチアルミホイル、こちらがダークメタリック塗装になっております。標準リミテッド EX の後期モデル、こちらシルバー塗装だったかと思いますけれども、足元をダークメタリックで引き締めた仕様になりました。2つ目、ルーフレールクロスバービルトインタイプになりますが、こちらもブラック塗装されております。3つ目、フロントグリル、こちらにはですね、ブラック塗装とラスターブラック塗装が施されております。4つ目、フロントバンパーガード、そしてフロントフォグランプカバー、こちらにもブラック塗装が施されております。5つ目、リアバンパーガード、こちらにもブラック塗装が施されていると。6つ目、アウトバックシンメトリカル AWD リアオーナメント、こちらにはラスターブラック塗装が施されております。エクステリアの印象としてはですね、黒く引き締まっているので、本当ね、かっこよくなっているなっていうね、そんな感じはします。ただですね、ブラックセレクションのエクステリアはですね、ホイールの色以外は昨年発表されたアクティブブラックと同じパーツを使っているのかなっていうね、そんな印象はあります。そして内装なんですが、内装はですね、ブラックレザーを標準装備としたという、内装色になっているということで、本当に見た目はブラックセレクションに、まあ、ふさわしいね、色合いになっているのかなといった印象はあります。ただね、一つちょっと残念なことは何かというと、まあ、ブラックセレクションだから全てね、黒くまとめてくるのかなと思ったんですが、室内の、ルーフですね、天井の色はアイボリーになっているので、室内はオールブラックといってた感じではないというところですね。ただこのあたりはですね、今後レガシーアウトバックにですね、もう一つ特別使用者が出るというね、そんな噂もあるので、そちらにね、多分残しているんじゃないかなとね、予想はしております。気になる搭載エンジンはですね、こちらにも 1.8 リッターの CB18 エンジンが搭載されるというところで、 2.4 リッターターボの搭載はないといった感じになっております。見た目の印象、内装の印象はですね、黒くまとまっているので非常に引き締まってかっこいいなと思います。しかしですね、これまでのスバルの年次改良といえば、 D 型 E 型でね、ちょっと顔が変わったりっていうこともありましたけれども、今回も、フェイスのデザイン変更っていうところはないのかなという感じで、まあ、パーツで見せ方を変えてきているっていうね、そんな印象になっております。もう少しね、デザイン変更があったりすると、まあ、見た目のね、変化っていうのがあるので、そう、ちょっとね、嬉しいなとは思うんですが、まあ、最近のスバルの傾向としては、後期モデルになっても見た目のデザイン変更は、まあ、ホイールの変更だけにとどまったりっていうところになっているので、ちょっとこのあたりはね、少々残念に感じてしまうところはあるんですが、
選択肢が増えるということはね、とても良いことだと思いますので、このブラックセレクション、ぜひね、見積もりを取っていただいて、商談していただければと思います。まあでも本当、かっこいいですね。うん、見た目は黒くまとまって、本当かっこいいと思います。で、今回のね、特別使用車も、リミテッド EX をね、ベースにした、まあブラックセレクションという形にはなるんですが、まあ、昨年登場したアクティブブラックもリミテッド EX ベースで、今回もリミテッド EX ベースになっているんですが、 X ブレイクベースのね、特別使用車って出てこないですよね。ねえ、なんか X ブレイクベースの特別使用車が出てもね、良さそうだとは思うんですよ。まあ、例えば、私がね、追い続けているブーストギアとか、 X ブレイクをベースにしたブーストギアなんかがあってもね、良さそうなんだけれどもね、X ブレイクをベースにした特別使用車を出してこないっていうのはね、まあ、少しね、気になる部分ですね。日本でのアウトバックは、やっぱりリミテッド EX の方が売れてるらしいので、やっぱり日本人の持つレガシーアウトバックのイメージとしてはですね、アウトドアテイストを強めたラギッドな仕様よりかは、やっぱりリミテッドみたいな、上質上級な仕様っていうのが好まれるのかなっていうね、そんな印象はあるんですが、 X ブレイクをベースにしたブーストギアみたいなね、そんな仕様を特別使用車として出してほしいなという思いはあります。で、こちらのレガシーアウトバックブラックセレクションの実写動画に関してはですね、また車が、展示されましたらですね、こちらのチャンネルでもお届けしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。そして今後レガシーアウトバックにですね、もう一つ特別使用車、これまでにないスポーティーなね、仕様に仕上げた特別使用車がどうやら出るっぽい、まあそんな噂があるんですけれども、その特別使用車も登場しましたらお届けしていきたいと思います。ということで、今回はレガシーアウトバック特別使用車ブラックセレクションをご紹介しました。それではまた次の動画でお会いしましょう。